シュレーゲルアオガエルは、両聖光ムビメアオガエル科に分類されるカエル。シュレーゲルアオガエルとも言われるが、言語本来の読みからは誤りである。日本の固有種で、本州、四国、九州とその周囲の島に分布するが、津島にはいない。学名は、シュレーゲル氏のアオガエルという意味で、名前は、オランダのライデン王立自然史博物館館長だった、ヘルマン・シュレーゲルに由来する。 基準産地の詳細は不明。基準標本は、イギリスの大英博物館に保管されている。同じく、日本に分布する、モリアオガイルの姉妹種と考えられている。体長は、オスが32から4 3ミ、mm、リメートル、メスが43から5 3ト、mm、ルほどで、メスの方が大きい。オスは、陰頭下に、単一の鳴能を持ち、これを膨らませて泣く。 体色は、腹側は白く背中側は緑色をしているが、保護色で褐色を帯びることもある。交際は黄色。指の間には水かきが発達する。外見は、森青ガエルの無半型に似ているが、やや小型で、交際が黄色いことで区別できる。また、日本アーマガエルにも似ているが、より大型になること、鼻筋から目、耳にかけて褐色の線がないこと、 褐色になってもまだら模様が出ないことなどで区別できる。一つの卵の大きさは2.5ミ、mm、リメートルほどで、幼生は成長すると全長49ミリメートルまでになり、尾は細くやや長い。変態したばかりの時期の体長は15から16ミリメートル程度である。水田や森林等に生息し、繁殖期には水田や故障に集まる。繁殖期は 主に4月から5月にかけてだが、地域によっては2月から8月まではラつきがある。食性は肉食性で、昆虫類、節足動物等を食べる。繁殖期になると、オスは水辺の岸辺で鳴く。鳴き声は日本アマガエルよりも小さくて高く、コロロコロロと聞こえる。地中の小さな穴の中で鳴く場合が多く、声の元を凝視しても姿は確認できない。一匹のメスに、 複数のオスが集まり包摂する。アゼなどの水辺の岸辺にクリーム色の泡で包まれた3センチメートルから10センチメートルほどの卵塊を散乱する。泡の中には200個から300個ほどの卵が含まれるが途中に散乱することも多くあまり目立たない。孵化したオタマジャクシは雨で泡が溶けると,とともに水中へ流れ落ち水中生活を始める。なお、地域によっては タヌキがこの乱海を襲うことが知られる。夜間にアゼにある、この種の乱海の入った穴を掘り返し、中にある乱海を食うという。翌朝に見ると、水田の園に、泡と少数の卵が残されて浮いているのが見かけられる。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。一部地域では、開発に伴う生息地や獲物の減少により、生息数は減少していると考えられている。 しかし、日本全体では分布も広く、個体数も少なくはないため、環境省のレッドリストには指定されていない。国際自然保護連合でもレッドリストにて、軽度懸念と評価しており、個体数は安定傾向にあるとしている。ありがとうございます。